それでは男子1万メートル第2組 F 組スタートいたします。それでは選手紹介を行います。中車雅也愛三工業、水野勇気愛知製鋼、辻村康介大阪ガス、野田和樹大塚製薬、北村智也 OBRS、 市田拓海警視庁、朝倉和正 K プロジェクト、木田隆博青木勇気、大久保陸斗、以上コモディ飯田、佐久田直也ミス健之助、吉野隆博、曽根正文、以上 JR 東日本、山田大輔、鹿野拓海、細川翔太郎、米田智也、以上関野光さん、井下裕樹チーム MK、 吉岡光輝、原島圭、以上中央発条、吉山雄介、岩室貴樹、以上戸上電機製作所、大森玲、下文則、田中圭介、以上富士通。選手紹介を続けます。芹沢明和ラフィネグループ、ダニエル・ムイバ・キトニートラック東京、ウィリー・ケプセレムコモディ飯田、以上29名で目標タイム28分45を狙っていきます。こちらのスタジオ解説のブースにはですね、 JR 東日本監督の大島監督、そしてコニカミノルタ宇賀地剛コーチが来ていただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この2組目28分45ということで、大島監督、はい、どのような走りを期待しますか？そうですね、あのペースメーカーがおりますので、はい、まあ、淡々と、はい、まあ、6戦まではついていってもリズムよく、走っていただいて、あとは、まあ、8000メートルぐらいから、はい、動きが出ると思いますので、まあ、そこから勝負ということでやっていただきたいと思ってます。はい、今日風が結構強いんですが、宇賀地コーチ、風のこの強さご覧になっていかがですか？そうですね、まあ、このアップとかでもその選手たちは風の強さっていうのは体感していると思いますので、できる限りその集団崩さず風の影響を受けないように走ってもらえればいいかなと思います。はい、さあ69秒7ということで、少しこう70秒にかかりそうなペースになってきましたが、大島監督ご覧になって、今のペースご覧になっていかがですか？はい、あのパターンがいくつかあると思うんですけども、はい、あの最初ですね、ちょっと早めに入って落ち着いていくというパターンと、うん、まあ、ややゆっくりめで入っていって徐々に合わせていって、はい、まあ、選手が余裕を持ってですね、うん、後半意外と上がるということもありますので、はい、まあ、展開によってはいろんなことが想定されると思います。うん、なるほど。このあたり、この、出場選手の中で注目選手をちょっと聞いていきたいなと思います。宇賀地剛選手、あ、コーチから見て、すみません、コーチから見て注目選手誰になってきますか？そうですね、まあ、やはり持ちタイムの、ね、28分台持ってる選手、はい、中車選手であったりだったり、はい、まあ、そういった28分台この組で持ってる選手っていうのは、うん、まあ、やはり自己ベストを狙いたい選手も多いと思いますので、はい、必然的に注目になってくると思いますが、うん、はい、まあ、隣にいらっしゃる JR の、大島監督の教え子たち、はい、特に佐久田選手はね、マラソンでかなり活躍している選手ですので、はい、どんな状態なんでしょうか？はい、71秒8、まあ、マラソンでですね、琵琶湖やって福岡やってということで、まあ、ニューイヤーも活躍をチームでしてくれまして、はい、やや上半期ちょっと疲れが出て、ちょっと お休み状態といいますかだったんですけれども、うん、10月に入ってから、徐々に調子を上げてきまして、うん、今はまあ淡々と、やってる状態です。はい、1000m が2分51秒ということで少し速いペースで、先ほどの一周が71秒8ということで少しこうペースに乱れがありますが、このあたりストレスとか選手はどのように感じているんでしょうか？宇賀地コーチ、まあ、ペースメーカーもね、うん、力はあるとはいえ人間なので、はい、一周ごとの、上げ下げというのは絶対にありますので、はい、その辺はあの流れの中できちんとストレスなく対応していくってことが大事かなと思います。で、今はね、集団落ち着いて日本人選手走れていますので、はい、それぞれ前後の選手からリズムをもらって、大島監督がおっしゃったように8000ぐらいまでこの集団でいければ全体として、はい、いい結果が出るんではないかなと思います。大島コーチ、はい、大島監督、はい、
この集団ご覧になってこう注目すべきポイントとかありますか。69秒に、今見てると、弊社の佐久田直也がまあ真ん中にいて、まあ、淡々と彼はあのペースメイクが非常に自分でできるので、うん、まあ、淡々に走ってると。で一番後ろに吉岡さんですかね、はい、長髪上、彼もマラソンですごく力がある選手なので、はい、まあ、後半ですねペースが落ち着いてきたら徐々に前に、まあ、来るのかなと、うん、ただもうちょっと力があるのでこの組に入ってるのは、まあ、ちょっとこう調子も今 上向きで来てるのか、はい、もしくは控えめで来てるのかっていうところはあると思います。あとその前の田中さんですね、はい、富士通の、まあ、ベテランですので、はい、まあ、徐々にですねここら辺もうまくペースが落ち着いてくれば前に来るんではないかなとは期待してます。はい、宇賀地コーチは現役時代結構先頭を走るイメージが強かったと思いますが、このあたりこう記録を狙う試合でこの先頭を走るっていうことに対してはいかがですか。そうですね、まあ、次ちょっと2000来るんで、はい、1回2000を、はい、押してから、はい、5分40、はい、5分48秒5、はい、2分54秒6、ま、だ69秒1、はい、69秒1、はい、ナイスです。ペースもね落ち着いてきてますので、はい、まずは走る位置を変えないでこのまま集団として流れていくことが大事かなと思います。で、はい、まあ、私も記録会こういった記録会のレースでは極力ペースメーカーの後ろ、うん、柏原さんの言う通り、はい、陣取ってもうそのリズムにとにかく合わせていくということだけ意識して走っていました、はい、特にね今日はね本当風強いんで、はい、もうね寒いでしょなんで、ね、めちゃくちゃ寒いです。本当に人の後ろでうまくそれぞれ利用しながら走ってほしいなと思います、はい、時折集団こうペースが上がった時に、うん、こう間が空いてしまうことが多いと思うんですが、このあたり大島監督こう詰め方っていうのも非常に大事になってくると思います。そうですね、今佐久田直也がパーッとこう前に来たりしてですね、はい、まあ、そういうのはまあ繰り返されるとインターバルがかかるインターバル走みたいになりますので、はい、やや後半少しね疲れてきたりとか、まあ、心配は心配ですけれども、うん、まあ、しっかり合わせていってれば落ち着くのかなというふうに思います、はい、69秒3、あとやっぱね、はい、流れの中で一人空いてしまうと、はい、そこで集団の流れ切れちゃうんで、はい、こういう記録会のレースはきちんとね全員がもう一つのパックを作っていくことが大事だと思うので、まあ、その辺多分周りで見ているスタッフから、うん、アイコンタクトで、はい、声出せないので指示が、ね、ね、出てると思います、はい、心の声ですね、はい、宇賀地さんはどこがベストポジションだったんですか、はい、で私はもうこういうレースの時は基本的にペースメーカーの後ろ真後ろ、はい、真後ろ北連だったり八王子ロングディスタンスだったりっていう時はもうそこをどれだけ確保できるか考えて走ってました。大島監督選手に今日はどの位置で行けとかって事前に言ったりするんですか。私はですね基本的にはこう戦略戦術っていうのはヘッドコーチに任せてるんで、はい、その中で細かい指示っていうのは、まあ、コーチ陣からしっかりと、うん、はい、指示が出ます。で私はもう目標を把握して、まあ、彼らがどういう内容で走ったのかっていうのをしっかり見るようにしてまして、うん、あとは進め方ですねと粘り方、はい、多分どのチームもそうだと思うんですけど、いかに粘るかっていうのが、うん、このトラックレースにしても大事かなというふうに思ってます。このあたり宇賀地コーチはこの、はい、今は声出せないですけど、はい、こう一周ごとにこう声掛けとかするんですが、どんなこと実際声掛けしてたりするんですか。まあそうですね、前半はとにかく硬くならないように余計な声は余計ないことを心がけてます、はい、やっぱりこちらがね何かこう声かけてしまうとそれに対してリアクション取ろうとして余計な動きが入ってくるので、そういったことのないように後半もうきつくなってきたとき、うわすいません3000、はい、はい、8分41秒9、はい、2分53秒6はもう大学時代の、恩師である大八木さんのスタンスで、もうとにかく短く分かりやすく的確に力を伝えられる言葉を隣にいるね大島監督からも、私はよく顔と顔を緩めろと、八王子ロングディスタンスで宮脇さんとよくですね、はい、ネットを演じた時、はいはい、その時は、まあ、顔が宇賀地コーチはこわばるんで、はい、顔を緩めるようにということで、うん、顔っていうことは言ったんですが、はい、顔一番ね筋肉使いますので、そういう意味では、まあ、緩めたかなというふうには思って、そういう声かけはしてました、うん、まあ、当時はね、はい、あまりそういうテクニカルなところは意識してなかったんですが、はい、まあ、いざこういう立場になるとその顔だったりとか手首だったり、はい、まあ、足先とかそういう末端力抜くことで本当に体全体力抜けてくるっていうのを、はい、
分かってきたので、うん、まあ、やはり大島監督の指示は素晴らしい、的確な指示だったなと、まあ、思ったり、はい、思わなかったりしています。さあ、そして本当に放送席も風が吹くたびにですね、手先がこう冷たくなって凍えそうになるんですが、このあたりこう走りっていうところにも結構影響してくると思うんですが、いかがですか。でも、ね、この時期な、うん、らしい気温なの で、うんうん、でね、風さえもう少し収まってくるとベストコンディションかな、うん、逆に昨年はこれ暑かったんですよね。暑かった。なのでちょっと前半3組は苦しい展開だったんですけど、今年の暑さがないので、うん、まだいい感じなのかなと思います。非常にこう宇賀地コーチ、こう現役時代暑さに強いイメージもあったんですが、このあたり暑さ寒さに対しての対策っていうのは普段からどのように心がけてたんでしょうか。そうですね、まあ、基本的に練習の中でそういった、ね、コンディションに対応するために、あの事前の準備っていうものはそれぞれの場面で、うん、まあ、暑ければ、アップ前に体を冷やすとかね、寒ければ、しっかり温めるっていった、そういった事前準備のところはきちんとやるようにして、はい、まあ、あとはあの意識で引っ張られないように、まあ、ちょっとメンタル的なことになるんですが、はい、うん、あまり気にしないようにっていうところを意識して取り組んでました、はい。そしてあの 集団が少しずつばらけてきましたが、うん、このあたりばらけた後、こう第2集団日本人選手だけで引っ張るような形になりますが、大島監督、このあたりの注意点とかありますか。そうですね、今特にあの第1集団の一番後ろですね、弊社の曽根というのが走ってるんですけども、はい、ああいう風な走りになると風を受けてきついですね、はい、ですのでしっかりまあ合わせていって、今富士通の下さんが、はい、あのこの第1集団の長い列のですね後ろにいますけど、うん、ここで離れてはダメですね、うん、やっぱこれで待ってるとペースが今落ち着いてる状態なので、はい、やはりここでとどまらないと、こう吉岡さん今前に来ましたけども、はい、そこにうまく合わせるとか、やっぱ人を使って走る必要があると思います、はい、うん、なるほど。今ねペースメーカーかなり安定してきてるので、もうとにかく余計なことを考えず合わせてほしいですね、うん。ところで、はい、富士通の選手たちは今ちょっとこう、はい、元気がないように見えるんですけど、はい、やっぱり駅伝終わった後っていうのは富士通としては難しいんですかね。いやー、これは僕はあの現場に携わってないのでノーコメントではないです。ちょっとね、はい、大森さんがちょっと苦しいレースになってますね、はい、そうですね、少し島選手もちょっと間が空いてきてしまってるので、そうですね、ぜひここは詰めてね、集団で頑張ってほしいところですね。今あの吉岡さんが列の一番後ろにつきましたので、ああいうマラソンを走ってる選手っていうのは、うん、ああやってうまくですね淡々と走ることができるので、やはり駅伝も吉岡さん4区長発場の担うような選手なので、はい、非常に楽しみだなというふうに思います。まあ、先ほどマラソン駅伝というワードが出てきましたけども、JR 東日本としてコニカミノルタとして、まあ、今後ニューイヤー駅伝に向けてということも少し聞いていきたいんですが、大島監督、はい、いかがですか。はい、あの今年はですね、私が目標で優勝ということを V1 というような表現をして、選手に、はい、まあ、訴えかけてきました。でそれをコーチ陣がですねしっかり選手にも浸透させようと必死に頑張ってくれたんで、まあ、そういう気持ちであの重圧の中で臨んだんですけれども、はい、まあ、9位という結果だったんですが、はい、またニューイヤーもですね同じく、勝つという気持ちで、V1 達成に向けて今あの一人一人選手がですね真剣に取り組んでくれてます。宇賀地コーチいかがですか。はい、コニカミノルタは今、変革期真っ只中という状況にありますので、はい、今までの伝統というものにとらわれず、きちんと新たな形で強化できるように、まあ積極的に若い選手、はい、経験の浅い選手っていうのを登用している段階です。なので、はい、ニューイヤーに向けてもまあ厳しい戦いになる可能性はありますが、その中で、うん、それぞれの選手が、新たな自分の新たな、はい、経験値を積み上げて、ステージを登れるようにサポートしていけたらなと思います。はい、お二人のコメントを聞いてると、こうチャレンジなくして成長なしっていう形が伺えるんですが、うん、いやまさしくそうですね。あの私もコニカミノルタの出身でもありますので、ですね、あの、まあ、9位10位ということで悔しい結果だったので、まあ、2つのチームでやはり、うん、東日本の連盟も盛り上げて、ニューイヤーも面白くしたいなというふうに思ってます。はい、さあまた少し集団がばらけてきましたが、このあたり68秒6で先ほどの 400m 通過しました。まあ 5000m ですね、ペースメーカーの2人はきちんと、うん、オーダー通りの、はい、ペースで引っ張ってくれてるんではないかなと思います。はい、まあ、ということはこう余力がある選手とそうじゃない選手っていうところがもう如実に出てきてしまったという形です。あとはやはり
どうしてもね記録会ということで、うん、コンディションも含めて期待している中で来ている選手が多いと思うので、うん、それがちょっとこう思った展開になってない時に、うん、うまく対応できてないっていうのがあるのかなと思います。さするするとまた JR 東日本の12番の選手作田選手が上がってきましたが、そうですね、いい走りしてますね。表情もいいですね、はい、あの余裕あると思います。で吉岡さんちょっと離れましたね、もうちょっと前の方がいいですね。まあ、今ね、はい、ちょっとずつ集団が分かれてきてるんですが、うん、その中でも後ろでも集団になってるところがあるので、なんとかねみんなで力を合わせて、1秒でも早くゴールできるように頑張ってほしいですね。一人で引っ張りすぎないことが大事になってきますよね。そうですね、やっぱり風がある状況なんでね。あとあの前にいる戸上電機ですかね、はい、選手もあと警視庁の選手もおりますし、うん、あのしっかりなんか前で頑張ってるなという印象がすごくあります、うん、あと関野光さんですか。はい、はい、まあ、やはり前ついてる選手たちっていうのはまだまだゆとりがある動きしてるなっていう印象がありますね。さあそんな中でこの集団で結構余力がありそうなのはやはり作田選手あたりになってくると思いますが、このあたり動きを合わせるってこと、またあの後半もうすぐ 5000m 過ぎますが、過ぎて、あ、過ぎましたね、過ぎました、すみません、うん、過ぎましたが、このあたり後半に向けて6000、7000ときつくなってくる状況が続きますが、走り方っていうのはどのようにしていったらいいですか。もうやはり私が意識してたのは、はい、この6000から8000までの間をどうやり過ごすかっていうことを非常に意識してたので、やり過ごすっていうのは耐えるということですね。そうですね、なので変な話ここ一歩踏み込むのか、あえてブレーキ踏むのかっていう判断を間違えないように、うんうん、自分の余力と現状と照らし合わせてそこを間違えないように判断していくことが大事かなと思います、はい、あのね、余裕があるからといって、力出してしまうと最後持たなかったりとか、うん、逆にそのメンタル的なきつさにこう負けてしまってブレーキかけてしまうとリズム崩して最後、うんうん、余力終わった後不完全燃焼ってこともあり得るので、うん、そこのバランスを見極めることが大事かなと思います。ということで選手の中ではどうしようかなって今ちょっと悩んでる選手が出てきてるということです、はい、逆に柏原君はね、はい、ずっときつそうな顔で何でも頑張ってましたけど、はい、ちゃんと考えて走ってたんですか。全く考えてませんでした、まあそんな感じでしたねでも本当魂のね走りで、はい、柏原さんもそうですし、まあ、宇賀地さんも本当に気持ちで走るっていうのがぴったりの選手で、私もあの2人とは大学時代から、はい、ずっと共にこう、まあ、私は見守るというか立場で来ましたけども、非常にこう2人のこう本当にファイターというような形で走ってくれてて、はい、まあ、今こうやって 3人で話していることを嬉しく思ってます。69秒1、はい、69秒1、はい、このまま押してくよ。ペースメーカーはね代わり代わり、うん、きちんと69秒前半、2分53秒前半ということ で、うん、もう十分この組の、ターゲットタイム狙える28分45秒、はあ、狙える状況なの で多分そのままゴールすれば自己ベスト近い選手も多分いると思うので、うん、前のそうですね、ちょっと作田がややきつそうではありますけども、はい、ここちょっと2人頑張ってほしいですね今、うん、ここ我慢どころですね。残り 4000m を過ぎたところでまたポロポロと一人一人こう離れていってる、うん、形になってきましたが、うん、このあたりより集中が必要になってきますね。そうですね、もうここでねその離れていく方に飲まれてしまうと立て直すの難しくなってくるので、うん、ここは ね、うん、だいぶ前の手段もきつい選手いると思うんですけど、ここは我慢して、はいはい、周回を減らしていくことが大事かなと思います。関の子、あ、トカメテッチの2人いいですね。岩室選手が今、うん、ペースメーカーの後ろにすぐついている戸上の岩室さんもずっとあの位置ですね。宇賀地さんも、ね、ね、おっしゃってるずっとさあの位置なので、すごくリズムがいいんじゃないですかね、はい、あの顔はちょっときつそうになってきましたけど、いい状態ですよね。まあ、多分今ねその我慢できるギリギリのラインの位置なのかなという気がしてます。なので、ペースメーカーが本当安定しているので、ここがね多分また68秒7とかちょっと本当ちょっと上がるだけでもまた変わってくるの で、 そうですね、もう合わせて合わせていくことが大事かなと思います。さ、関野光さんの19番、米田選手も非常にいい走りになってますね。そうですね、ただね、まあ、後ろの、ね、選手たちもせっかく、はい、八王子に来てくれてるので、はい、それぞれ、ね、しっかりやりきってほしいですね。現状の力を出し切ってね、うん、次につながる結果になるといいかなと思います。
19番、米田さんですか。あ、米田さん、ここですね。ここ、あ、ここ行ってほしいですね。さあ、佐久田選手がまたスルスルっと上がってきました、はい、やっぱりね、相手スルっとこう空きそうな時に上がれるっていうところは佐久田選手、68秒8、そして辻村選手も非常にいい走り。そうですね、大阪ガス頑張ってますよね、うん、ちょっと今回ですね、ニューイヤー出場ならなかったですけども、うん、こういうところでしっかり結果出して、うん、来年に、再来年ですね、つなげていくということは大事ですね。これまた風がね、ちょっと強くなってきてますけど、日差しがまた出てきてはいるんですが、風が冷たい。そしてテントが揺れてますね。そうですね、かなりね、吹いてますね。はい、間もなく7000、7000、はい、20分15秒1、2分53秒4、落ち着いてますね。はい、もうあとここの2000ね、我慢できれば、うん、はい、ラスト1000はもう何とでもなるので、うん、はい、あと5周頑張ってほしいですね。ペースメーカーも本当にまだまだ2人とも余裕あるので、余裕ありますよ、ね、はい、このまま多分彼らは行ってくれると思うので、本当に綺麗に先ほどの 1000m から2分53秒から4秒を綺麗に守ってくれてますね。あ、関野光さん頑張ってますよ。こう柏原選手もね、はい、学生時代、そして現役富士通時代からも積極的な走りで、はいはい、ね、ケニア人選手にチャレンジする選手だったんですけど、はい、彼らの一緒に走る上で注意する気にしてたことってあります？歩幅が合わないことが多いですので、僕の場合はちょっと外側にずれてました。はあ、なるほど。宇賀地コーチいかがですか？あまり気にしたことなかったですね。気にしたことなかった。なんでよく足がぶつかって、はい、うん、ちょっと怒られたりはしてましたけど、それでも間詰めてましたね。ただぶつかるとやはりスパイク履いてる選手とかもいると流血が、ね、うん、あったりしますが、そのあたりも全く気にせずですか？はい、終わった後に文句を言ったりはしてます。佐久選手が急に、そうですね、ちょっときついですね。ここが我慢のしどころですね。うん、ただこうあえてね、後ろ下がってリズム整えるってこともありますもんね。はい、彼はそういうことをですね、よくあのニューイヤーの4区なんかでも、あの一旦抑えてラストちゃんと走り切れるようにっていうのはしっかり考えられるんで、まあ、そこら辺はいつも、はい、見事だなと思って見てます。先ほど言った宇賀コーチが言ったこうブレーキをかけるのか、うん、それともアクセル踏むのかというところが非常にうまいと、うん、そうですね、そういうところありますね、うん、ただちょっときつそうですね、ここついてほしいですね、うん、少しずつこう1メートル2メートルと少しずつ空いてきましたね、うん、前の5番の選手が順大なんですよね。同じ2人順大なので、うん、北村さんが前行ってるんで、何かこう刺激というか受けてくれればいいですけども、今北村さんが結構前に行ってますね。今の石が68秒7ということで、うん、ペース上がってないということで、少し佐久田選手きつくなってきたと、うん、そうですね、それはあると思います。踏ん張りどころですね。あとはね、選手のタイプにもよると思うんですけど、はい、こう終盤になっていろんな他の選手の動きが変わってきたときにやっぱり自分のリズム崩しちゃうということもあるのかなっていうのを、うん、先ほどの、ね、柏原選手の話を聞いててちょっと思ったので、はい、もしかしたらそういうことも影響してるのかなと思いますが、うん、ただ、ね、今うまいこと周回遅れの選手が間入ってくれて、はい、ちょっと詰められる状況にあるので、うん、ここはしっかり詰めてついた方が結果はいいのかなと思います。細川選手いいですね、前来ましたね、前来ましたね、はい、間もなく 8000m。 関野光さんもね、今2人いるっていうところで、いや、いいですよね、負けられないという思いがあるのかなっていう気がしますね、うん、コモディーの木田選手も非常に粘ってますね。23分09、リズムはね、悪くないと思うんですよね、70秒3、ちょっと上げきれないというか、つききれないっていう感じです、うん、ね、リズムは悪くないですけどね。ただね、この今ちょっと落ちているところで体と心を休めて、うんうんうん、ラスト 1000m しっかり切り替えれば、うん、十分記録は狙えるんじゃないかなと思います。さあ、ね、今粘りどこですね。キトニー選手がちょっと後ろに下がりましたね。ちょっとばらけ始めましたか。ここね、ばらけてくる瞬間に、うん、ここですね、大事ですね。きちんと前を見ていってほしいですね、うん、もう今日本人選手が遅いと思ってね、ペースメーカーの前出てますからね、はい、こういう流れ大切にしたいですよね。そうですね、ここで北村さんが出ましたね。選手が前に、佐久田選手も粘ってますね、うん、粘ってますね、うん、はい、もうしっかりこれで走り切って、はい、67秒6、うんうん、少し上がりました。67秒6、北村選手動いてますね。残り4周動いてます。
もうこういう展開になったらあとは行くしかないもんね。ないですね、うん、あんまり後ろ気にせず焦りすぎましたからね。ただこうご覧になってる方の中にはこう少し早いんじゃないかって思う、こうスパート早いんじゃないかと思う方もいらっしゃると思うんですが、これはもう行った方がいいですか。まあもうね、今回の目的が彼の中でどこにあるのかによると思いますので、うん、はい、まあ、やはり多分ターゲットとしている記録があって今、うんうん、そこに向けてチャージしているので、うんうん、そこはいい判断だと思います。なので多分この後追いつかれるかもしれない、その時にこう変に硬くなったりせず対応することが大事じゃないですかね、うん、なるほど。あ、もったいない。戸上電機がちょうど合わせてますからね、はい、まあ、いいですよ、岩村さんが合わせてますんで、はい、細川さんここ一回ついてほしいですね。そう、声かけたいタイミングです、うん、そうですね、本当ここ大事ですね。米田さんもこういう時どんな声掛けするんでしょうか、はい、つけどうですか、まあ、まあここ大事つけですね、合わせろとかね、そういう言葉掛けになると思いますね。やっぱこのちょっとした空きっていうのがすごくこう、まあ、こっちももどかしいし選手もきついけど行けない、うんうん、でも行かなきゃいけないっていうのがね、せめぎ合いあると思いますので。そうですね、私も練習でよくその半歩その一歩っていうことを言うんですけどね、はい、本当に一歩ですね。練習から結構声掛けが大事になってきますか、うん、まあ、意識づけという点では大事になるかなと思います、うん、ただ逆にねそこが強くなりすぎて、はい、それがないと走れないってなってしまって、それはそれでまたね、上のレベルでは戦えなくなってくるので。25分57秒、ね、記録会は声がけしていいですけど、日本選手権とかはねなかなか、ね、なかなかできる通じなかったりするので、うん、上がってますね、これいいペースですね。いいペースになってきましたね。また残り2周ですね、はい、あ、岩村さんいいですよ、あと2周なんか狙ってるような顔がこういいですね。首が触れてきてますが、山田選手こう足取りしっかりしてますね、腕振りも、うん、今ね67秒5まで戻してるので、さあこのまま日本人選手2人そしてペースメーカー1人という形で最後まで行ってほしいんですが、お二人はどうですか、このくらいの風だとやっぱり強いって意識ありますか。あんまり難しいレベルの風ですね、うん、これは。まあ、変な話、追い風のところと向かい風のところがはっきりしているので、そういった頑張るポイント、力抜くポイントっていうのをはめていけば難しくないのかなという気はしますが、まあこれもね走ってないから言えるからね。いやいや、あの来ました、これ募集押し切っていくか。残り1周ですね、これ記録出ますよ、一応ターゲットタイムぐらいでは来るかなという67秒1ということで、まあ、少しまた少し上がっていく形、うん、まあ、切り替えてますからね、北村選手、北村選手、佐久田選手の当たりもギリギリ29分切れるかっていうところですね、こう切り替えるとギリギリですね、厳しいですかね。残り先頭は 300m を切りました、ね、動いてますね、動いてます、あいいですよ。ちょっと北村選手、旗見るとホームストレートがね、今、うん、追い風なんで、そうですね、最後もう一段上げて、40秒切れるかぐらいのところまで来るといいですね。岩村選手も動かしているけど、ますが、さあ最後どうでしょうね。もうね、こういう最後を絞り出してくれることが、この八王子ロングディスタンスの流れ自体にね、大きく影響しますので、いいで、あ、さあゴール。28分40秒は切れそうだということで、アイラップ40秒に北村選手大幅な自己ベストですね、すごいですね、40秒近く自己ベストということで、うん、しかもきっとね一人とか、うん、もしかしたらお友達とかそういう方々と不定期に練習してるんじゃないかなっていう、そうですね、クラブチームの選手なんでね、うん、さ、ちょっと我々実業団の指導者としては情けない限り、まあね、でも、まあ、今あのクラブチームの選手も強くなってますよね、はい、あの自分のこうペースでできたりとか、うん、自分の考え方っていうのが非常に持てる選手も増えてるので、うん、まあ、いろんなあり方があってもいいのかなと思いますね、うん、まあ、なんか柏原選手も14分切るためにまだ頑張るっていう話を、いや言ってないです、言ってないです、楽しみですね、あの、はい、頑張れ、それはもう要チェックですよ、あの
全国放送でホラー吹くのやめてもらって今走ってないですか？ジョギング程度です。ジョギング程度ね、時々ツイッター見ると、はい、あ走ってらっしゃるなと思って、はい、私も嬉しくなりますけど、はい、ただもう怪我の影響なので調子乗ってですねペース上げるとですね腰が痛かったりアキレス腱が痛かったりしますので、あのなかなかこう復帰への道は厳しいなという。なるほど、あのそういう年になってきましたかね、もう32なので、はい、さあということでまだ選手が走り続けてはいますが、でもね、はい、の後方の選手もしっかりと最後切り替えて、はい、今は自分で出してくれているんで、こういうのがね本当にこの次の組にねつながってくると思うので、はいはい、うん、やはりこの八王子ロングディスタンスも私も実はですね第2回から今回が24回目なんですけれど、はい、まあ、ずっと携わってきてですね、はい、やはりあの1組目2組目っていうのは非常に重要になるの で、はい、でこの今風吹いてますけども、はい、あの例年ですとですねあの夕方になると収まってきたりしますので、はい、ぜひですね今ご覧の方はですねこの後の組あの期待していただいて、あの本当に風が弱まってですね非常にいい記録出る可能性が高いので、はい、ぜひご覧いただければと思います。さあ、全てのランナーが走り終えたのでそろそろインタビューに入ると思います。はい、それでは2組目トップの選手のインタビューです。第1組の結果、確定した結果をお伝えいたします。1着、日夜科学の草加くん、29分22秒90でした。本日1万メートル2組目を走りました OBRS の北村です。今日のレースは、風が冷たくて、少し体力を削られるレースだったんですけど、ペースメーカーの方がすごいいいペースで引っ張ってくれて後半まですごい楽に走ることができました。この組トップを取れるとは思ってなかったんですけど、しっかり2週間前のレースで13分台を1人で出すことができたんで、そのスピードを生かして今日は28分40秒で走ることができました。先週の自己ベストに続いてまたベストを更新することができたので、これ以上のベストを目指して頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。